小平の1986年5月26日生まれ。出身地、長野県。身長165センチ。血液型、A 型。ぴょんちゃん五輪で、見事金メダルを取った小平さん。この大会は、すごく集中できた大会だった、とコメントしています。そのために、どんなことをしたんですか、と問われると、 こう答えています。いつもと違うことをしないように意識しました。オリンピックだからこれをやろうとか、そういうことに気を取られず、自分のルーティンを崩さないようにしました。今更何を変えてもしょうがないと思っていたので、夢中になる、のその先に、没頭する、という世界があると思うんです。それは、自分で作り出せるわけではなくて、すくすくとやっているうちに自分はそこにいるという感じ。 オリンピックをゴールにしていなかったということもあります。よく、駆け抜けるという言葉を使いますが、もっと上には上があると思って、一日一日の学びを大切にしていました。その積み重ねでオリンピックに来ていたので、それを出せればいいかなという心持ちで、少し余裕を持てていたと思います。中途半端にやっていると、夢中は生まれてこない。 目の前にある辛いこととか、戦わなければいけない場面で、やり遂げた先に生まれてくるのが、夢中だと思うんです。そうすると達成感や爽快感だけでなく、その先に新たな発見があるんです。体や心が変わることで、新しい自分が生まれてくる。挑戦の前に諦めてしまうと、夢中の世界とか没頭の世界は見られないと思います。このように語る小平さんは、 やはり波の精神力ではありませんね。これからもそんな小平さんのスピードスケートを見ていきたいですよね。